広島発0日一大橋は、広島県発0日市市と広島市再帰区を結ぶ、広島湾岸に架かる道路橋。1997年着工。2001年8月10日開通。県土木局の独立機関であり、広島港を管理する、広島港湾振興事務所が管理している、総事業費100億円。広島港臨港道路の二重化、宿札線筋の橋。 片側一車線で北側に歩道がある。二重化市の材木港沖の埋め立て地と五日市、地区埋め立て地を結んでいる。宮島街道や西広島バイパスの交通渋滞緩和と広島南道路開通までに暫定供用する二重化、宿札先整日の一環として建設された。将来的にはこの橋は広島南道路の高架の両脇を通る。 速度橋の一つとなる予定である。特徴として、八日市港を利用する船舶の航路確保のために、橋梁中央部は海面から21メートルの高さにあり、五日市側から5.3%、2日市側からは6.0%の急勾配で設計されている。また、震度6から7を耐えうる設計を行っており、架橋工事が終わった後の2001年3月に起きた。 芸与地震でも目立った被害はなかった。主景官の橋は、鋼とコンクリートの特性を生かした複合ラーメン橋と呼ばれる県内でも珍しい構造である。2014年、左下橋の橋が広島20日市大橋。この下を広島南道路が通ることになる。ありがとうございます。